やあ、みんな大好きバーチャルブッダだよ。おいっす、聖母マリアです。空を飛ぶスパゲッティモンスター様やで。2022年12月30日のこちらのツイートなんですけど、 A2 時3時のとあるライバーの中の人のものです。まず読み上げますね。いいものを見せたくてみんな頑張っているのに、いい加減に扱われて金稼ぎの道具としか見られてなくて悲しいし、意見を言うと冷遇される恐怖政治みたいな場所だからファンしか癒しがない。いきなりごめん。これを二次三次ライバーの中の人が言ってるわけですか。二次三次メンバーってのは間違いないんか。二次三次には仲良し二人組で入ってきた人だし、その関係性も含めて間違いようがないって人だね。声もほぼそのままだし。でも二次三次のことを言ってるとは確定してないんですよね。そりゃ二次三次のことだとは書いてないけど、この人が二次三次にいるってのはほとんど公然の秘密なわけで、他に特に働いてるような場所もなくって、タイミング的にも火曜祭のことを言ってるんだなって誰もが思うようなツイートなんですよ。個人的な感想とはいえ、こいつは二次三次運営はライバーのみんなを金稼ぎの道具だとしか見てないと思ってるし、二次三次は意見を言うと冷遇される恐怖政治みたいな場所だと思ってるってことか。えらいことですねこれ。でもこんなツイートなのに1月2日まで残ってるんですね。運営もお休みしてるんでしょうね。中身がバレてない人が書いたならともかく、中の人のファンもこの人が二次三次ライバーだとみんな知ってる状態でこれ書くのって相当のレジスタンスですよ。この4年11ヶ月の二次三次の歴史の中でも最大の運営批判と言っていいと思います。まあこの意見が客観的なものかどうかってのは当然視聴者側からはわからないですけど、やっぱり火曜祭って結構揉めてるんだろうなって思っちゃいますね。ひょっとしてみんな心の中では同じように思ってるのか、ここまで運営を悪く思ってるのはこの人だけかってのはわかりませんけど、いい感じに解決することを祈ってます。以上です。いいねに超重要情報があるので忘れずに押しといてください。 YouTube は概要欄に書いときます。ご視聴ありがとうございました。この動画は全てのバーチャル YouTuber の守護物バーチャルブッダの提供でお送りしました。いいねボタンを押しておくと、あれ？この動画前にも見たなってことがなくなって便利ですよ。せやな。